生意気ボイスは、鹿児島テレビ放送制作の女性向け情報番組である。制作局の鹿児島テレビ放送では、1990年5月5日に放送が開始された。鹿児島県のローカル番組としては、南日本放送のドーンと鹿児島に次ぐ長寿番組である。鹿児島テレビの女性社員が結集して、女性による女性のための番組を模索。 鹿児島在住の女性たちを生意気クラブ員として呼び集め、視聴者参加型番組としてスタートした。生意気とは性意気ではなく、生で意気な情報を発信しますのい。開始前、番組タイトルが世の中をバカにしていると上層部から突き返され、当時の KTS 社長も、鹿児島で女性で生意気それこそ生意だ。と憤慨していたが、認められないなら、 いい番組作りができるとは考えられないと説得、上層部も OK を出した。開始当初の番組タイトルは生意気ボイスに続けて100%女性クラブとの副題が付されていた。基本的にナレーションも司会者が兼務するが、一部 VTR を山本真一や上片平健、小梶子博士賞など男性アナウンサーも担当することがある。2002年からは、 CS デジタル放送でも放送されている。エンディングでは、天文館を歩く女性の姿の VTR を毎週撮影し放送している。アミプラザ鹿児島開業後、一時期に限り、鹿児島中央駅周辺での撮影を行った。新型コロナウイルス感染予防対策のため、2020年3月28日以降は、当日の番組内容のハイライトや視聴者の 募集映像をエンディングに使用している。アミプラザ鹿児島開業後から番組本編終了後に45秒間コーナー、アミュー、S スタイルを開始し、現在はマイアミューとして放送しているが、いずれも KTS での本放送のみであり、月曜日の再放送とインターローカルアワーでは放送されない。1998年6月23日には、 初めての番組公式ウェブサイトも作成された。初期は湾岸戦争を取り上げるなど硬派な企画も放送されたが、次第に女性向けの生活情報へとシフトした。鹿児島市中央公園の愛称も本番組で募集され、1994年7月16日放送分にて、同公園の愛称はテンパークと名付けられた。会が 彫刻等のアーティストの発表の場を提供するアートマーケットや毎年7月に放送される鹿児島県内のいい男を探す彦星に会いたいは番組恒例となっているその中で生意気クラブ員と多くのイベントを展開し特に米作りを行った女子米部の活動は2010年にギャラクシー賞を受賞した番組スタッフは2000年度の放送ウーマン賞も受賞している 2010年3月27日の放送で、KTS での放送回数1000回を達成した。KTS の日実施日は、本番組が道徳番内でのコーナーとして放送される場合がある。その場合18時30分の放送枠は遅れ、ネット番組で穴埋めされる。年末年始の通常放送は、基本的に休止となるが、2016年までは、 年始一月2日ピルマのローカル枠を使い、新春スペシャルが放送されていた。2005年7月25日19時20時には、15周年、記念の特別番組、生意気ボイススペシャル焼酎作りにかけた606日が放送。2003年から2年間にわたって行われたオリジナル、焼酎作りプロジェクト、女当時組の活動記録をまとめたドキュメンタリーで、ナレーションは、 女優の桜井幸子が務めた。オンエアから15年後の2020年11月28日放送でも、当時の映像が流れ、女当時組の隊長を務めた、桐原窓香のコメントも紹介された。2010年5月1日18時19時には、20周年、記念の特別番組、生意気ボイス20周年ありがとう。生意気が出会った女たちが放送された。 2015年11月13日19時19時54分には25周年記念の特別番組生意気ボイス25年で女も結構変わったよ。スペシャルが放送され初代 MC と12代目 MC の対談 VTR が放送された。2020年5月5日20時21時には30周年記念の特別番組生意気ボイス私たち。 こうして30歳になりましたが生放送された。2020年5月9日以降寺田、福留、武田、三重、高塚は KTS 専属タレント。他は KTS アナウンサー。他にも多くの女性アナウンサー、専属タレントがレポーターとして出演した。2010年5月までのオープニングテーマ曲は女性スタッフのアイデアで洋楽の当時日本では あまり有名ではない歌が使用されていた。エンディングテーマ曲は月ごとに変わる。2010年5月以降のオープニングテーマ曲は以下の通り。土曜日18時30分19時の生放送。再放送は火曜日未明0時30分1時。もしもツアーズ等のスペシャルや FNS の日などの特別番組が18時30分に始まる週には、 本放送は18時18時30分に繰り上げて放送されている。また、オリンピックやプロ野球日本シリーズ中継が18時開始となる週はさらに繰り上がり16時55分から17時25分に放送される場合がある。ちなみに、キー局のフジテレビの土曜日18時台の前半はミュージックフェアの放送時間帯であるが、鹿児島テレビ放送ではスポンサーの都合により、 おか、ベロー放送。2016年11月26日から2017年9月までは、サマーズの新疑問、2016年11月19日までは、サンマのまんまが放送されていた。なお、同局の土曜日18時台の後半が、アニメ枠だった、時代、当該枠のアニメは別曜日での遅れネットとなっていた。CS デジタル放送のスカパー、などにおける、 ホームドラマチャンネルの無料放送番組、インターローカルアワー枠でも、毎週日曜日6時30分6時55分に、約3週間遅れで放送されているため、鹿児島県外でも、視聴可能。番組は、ハイビジョン制作だが、ハイビジョンが出演像で放送されるスカバー。プレミアムサービスでのホームドラマチャンネルなどではない。ホームドラマチャンネルなどで視聴した場合は、16、 Q の標準画質映像で画質が低くなる。2011年11月まで、ホームドラマチャンネル HD では、標準画質映像に変換され、スーパー額縁放送で放送されていた。鹿児島テレビでは、生放送であるが、ホームドラマチャンネルの放送では、放送内容が編集されることがあり、そのため、画面上部には、この番組は、 鹿児島地区で零零に放送されたものですのでロップが表示される。また、新春スペシャルなど時間が拡大された場合、その回はホームドラマチャンネルでの放送は行われていない。2003年1月18日までは、鹿児島商工会議所ビル1階ジャルスタジオから公開性放送を行っていた。放送開始から2003年1月18日まで、 使用していた JAL スタジオアート2006年3月までは、鹿児島テレビ本社内スタジオから、録画放送。2006年4月8日からは、公開性放送が、鹿児島テレビ放送局内1階ロビーで開始され、これに合わせて、ロビーが大幅にリニューアルされた。前編 VTR 構成や出先からの出張放送の場合、 通常の公開性放送が行われない場合がある。新型コロナウイルス感染予防対策のため、2020年2月29日以降に公開性放送は行われていない。ありがとうございます。